どうもー、霊夢です。マリサだぜ。私たちのゆっくり雑談をニコニコ動画に追加したのでご連絡です。なぜニコニコ動画かと言いますと、YouTube では私たちの雑談は攻撃を受け、チャンネルがバンされてしまう恐れがあるからです。ニュースや過去の出来事に私たちの感想を添えているだけなのですが、それすら広められたくない連中がいるようです。少しでも多くの人に見ていただきたいと思い、YouTube ではこうして告知を主に行っています。このチャンネルには、告知以外にも、攻撃されてもバンの理由にならなそうな動画をアップしてあります。初めてご覧になる方はお試しに見ていただくのも良いかと思います。ではでは、今回追加した雑談に関してです。日本政府が最新技術流出を防ぐ国際的な共同体を企画しているらしい。からの、売りたちに声がかかってないにだあ。そりゃそうだろ。本当に危機が言ってレベルではない。何らか新しい言葉がないと彼らを正確に表現できないわね。あと今回は珍しくまともな意見もあったな。逆に怖いでしょ。怖い。ああいうのが今のうちから日本に逃げ込んでこようとかしてそう。新型コロナウイルスの影響での鎖国も、今後はどんどん解いていくと思うけど、ビザなし入国の見直しとか政府は考えてくれてるのかしらね。そろそろ真剣に対応してくれないと心底怖いんだが。さて、この動画の説明欄に今回追加した雑談へのリンクがあります。続きはニコニコ動画でご覧ください。ニコニコ動画って使ったことないなぁ。という方でも、説明欄のリンクを押すだけなので簡単です。同じく説明欄には、YouTube 上のサブチャンネルへのリンクもあります。サブチャンネルはこのチャンネルがバンされた時の連絡等に用いますので、チャンネル登録だけしておいていただくと安心です。ところで話は変わるんだけどさ、ふむふむ、ネットで見つけた、理解するまでに時間がかかる写真。ってのがあってな、理解するまでに時間がかかる写真、これなんだけどな。え、何これ？上に理解するのに5秒ください。って書いてあるけど、5秒じゃ無理だと思うぞ。全然わかんないわ。アップにするとわかりやすいかもな。いやいや、全然わかんないわよ。足がなぁ。そうそう。なんでこんな。あ、ちょっと、以上、マリサの胸圧情報でした。なんか欲求不満になりそう。続きはニコニコ動画でね。みんなのお前が歌うんかい。